トリクロロフルオロメタンは、分子式 CCL3 回で表されるフロン類の一種で、フロン11、CFC-11、R-11 とも表記される。匂いのほとんどない無色の液体で、室温付近で沸騰する。1992年のモントリオール議定書、締結国際会議において、製造禁止とされている物質で、日本政府のフロンガス規制対象である。 特定フロンガスにも指定されている。かつては冷凍機の冷媒として広く用いられていた。他の冷媒と比べて沸点が高く、可動圧の低い系でも使うことができたため、ジクロロジフルオロメタンやクロロジフルオロメタンなど、より高圧で扱う必要があったものよりも、要求の低い装置設計が可能であった。含有する塩素原子の割合が大きいこと、安定に。 清掃圏に達して紫外線で分解されることから、冷媒として使われていた物質の中で最もオゾン、破壊係数の高いものの一つであった。アメリカ合衆国での製造は1995年に終了した。日本でも全室の冷蔵庫などの冷媒、ドライクリーニングの溶剤などに広く使用されてきたが、オゾン層保護法により1995年末に製造が打ち切られ、 1999年を最後に出荷記録の記録がなくなった。19回 NMR の基準物質として使われる。2018年、中国、山東省と河北省にある発泡剤の製造工場がトリクロロフルオロメタンを放出していることを指摘するイギリスの NGO の報告書が取りまとめられた。その後、中国当局は工場を閉鎖させる措置をとっている。 また、2019年5月、中国北東部におけるトリクロロフルオロメタンの年間放出量が2013年以降、約7000トン増えたとする研究者のデータがネイチャー誌に掲載された。ありがとうございます。